第101回全国高校サッカー選手権大会富山県大会準決勝第2試合、富山工業高校対高岡第一高校の一戦をお伝えしていきます。この試合も引き続き解説は富山県サッカー協会技術委員長の鍋田圭一さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。2年連続の決勝の舞台を目指すえんじのユニフォーム富山工業か、4大会ぶり3度目の決勝を狙う青のユニフォーム高岡第一高校か。鍋田さん、この第一試合の時よりもさらに風が強くなってきましたね。そうですね、この風がこのゲームにどう影響するかですね。また選手たちもピッチを今前半入れ替えて試合に臨むようです。かなりゴーという風の強く吹く音も実況席まで届いてきます。こうしたピッチの環境に順応してこの試合、この風をものにするのはどちらのチームになるでしょうか。先ほど行われた第1試合、富山第一高校対富山東高校の試合は5対0で富山第一が勝利し決勝進出を決めました。その富山第一高校と決勝戦で争うのはどちらのチームになるでしょうか。では鍋田さん、この試合のポイントはどのようなところになりそうですか。そうですね、この風の中で、ボールをこういかに収めることができるか、どっちがこうボールを握ることができるかっていうところが大きなポイントかなというふうに思います。勝てばあさって5日の決勝戦の切符をつかみ取ることになります。準決勝第2試合、富山工業高校対高岡第一高校、まもなくキックオフです。今ゲームが始まりました。大きく蹴り出していったのはえんじのユニフォーム富山工業高校、右から左に攻めます。一方、今ボールを激しく奪いに行きます。左から右に攻めるのが青のユニフォーム高岡第一高校です。ピッチ上、そして上空も風が激しく吹いている中で、どちらがこの試合をものにするでしょうか。高く蹴ったボールもやはり風の影響を受けているなというのを感じますね。そうですね、まあその分落下点を読むのも難しいと思いますね。こうしたハイボールの処理というのもまた普段と比べて難しくなっている状況です。高岡第一がボールを奪って、ここは富山工業高校が再びボールを奪い返します。再び高岡第一、右サイドの13番古瀬を狙っていくボールはここは長くなりました。まあ、今のも風の影響かもしれないですね。風はバックスタンドの方からホームスタンドの方へこう吹いている、さらに左から右に吹いているような状態ですね。画面手前の方にボールが伸びていくという風が吹いています。まずは試合の入り、それぞれどのような戦い方、入り方を見せていくでしょうか。富山工業高校のスローインから、6番の馬場が前線にボールを出していきます。追いかけるのは10番の伊沢修太。まあ、やはり今みたいな長いボールがふわっと浮いちゃうと風の影響を受けますが、こう鋭いボールであれば長いボールでも風の影響を受けないかなというふうに思うので、そこのボールの質というところも一つポイントかなと思いますね。パスの高さ、そして速さ、パスの質がこのゲームの鍵を握りそうです。左から右に攻める青のユニフォーム高岡第一高校は準決勝ここまで3試合で28得点1失点で勝ち上がってきました。前線大きく蹴り出していきます。ボールを奪った8番の今井から前線へというボール、激しくボールの主導権が入れ替わります。高く上がったボール、10番の高岡第一横田が競り合いに行きます。横田から13番の古瀬というところ、23番の酒井、そして9番の中井が体を張りますが、
このあたり球際も激しくいきます。今は高岡第一高校が富山工業の陣地に押し入っているような状況です。そして今グランダーのパスが3本続いてパスファーサイドこぼれたボール、中井の右足シュート、これはゴール左へと外れていきました。今高岡第一高校はいい感じでこうグランダーのパスが3本4本とつながって左サイドから右サイドへ展開してシュートまで行きましたね。まず入りとしていいプレーを見せているのは高岡第一という感じですね。そうですね、まあ、富山工業高校もボールを収めてこう足元でつないでいけるようになれば徐々に自分たちのペースになってくるかなというふうに思いますね。富山工業高校は準決勝までの3試合で11得点3失点準々決勝では国際大学附属高校との PK 戦の末この準決勝へと駒を進めました。人もボールも適切に動くポジショナルサッカーをスタイルとしています。一方青のユニフォーム高岡第一高校は守備からゲームのリズムを作ります。高い位置からのハイプレス、ショートカウンターを狙って得点を取るスタイルとなっています。高岡第一のフリーキックで再開、前線10番の横田を狙っていきます。そうですね、高岡第一高校は前線10番の横田君がターゲットマンという風な形になるので、あそこにボールを集めてその後周りでサポートしていくという風な形になるんじゃないかなと思いますね。キャプテンマークを巻くこの10番の横田ですが、フィジカルを生かしたボールキープ、そして空中戦の強さが持ち味。高岡第一17番の法の木が最終ラインから飛び出して対応していきました。少しここまでは押し込まれる展開の多い富山工業ですが、ボールがなかなかパスがつながっていきません。ここは切り替えを早く高岡第一進めます。20番の絹野サイドを変えて、ここはボールをためを作れるか、8番の中村が打っていく、ディフェンスの足に当たってこの試合最初のコーナーキック、高岡第一高校です。今いい縦パスが入りましたよね。ああいう風な縦パスを入れてそこを起点にしてこう展開できればチャンスはどん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 生まれると思いますね。10番の横田を起点にいいプレーをこの試合の序盤から見せています高岡第一。そしてコーナーキックのチャンスなんですが、キッカーのところには2人選手がいます。どちらが蹴ってくるでしょうか。ショートコーナーファーサイド、ここは横田がいます。横田ボールを収めて、いやしかし10番の富山工業高校伊沢狙っていました。しかしこれはサイドラインを割りました。まず最初のコーナーキック変化を見せてきました高岡第一高校。そうですね、まあ、左サイドのコーナーキック右足で巻いて巻くのか、左足でこう逆回転逆巻きにするのかっていうところからショートコーナーでしたね。はい、なかなか富山工業としては対策がしづらいといいますか、選択肢がいくつもある状態がありましたよね。そうですね、まあ、そこのセットプレーもこのゲームのポイントになってくるんじゃないですかね。高岡第一高校は長身の選手も多くいるので、この空中戦の強さというのは非常に得意としているところです。高岡第一高校のゴールキーパーは片山颯太3年生。試合中常に声を出してコーチングに持ち味がある選手です。左サイドを狙っていく、ここにもやはりターゲットとなるのは横田です。絹の裏のスペースを使っていこうというところですが、富山工業のゴールキーパー池田がボールを抑えています。まあ、富山工業高校も本当はこうディフェンスラインからつないでいきたいんでしょうけど、ゲームの入りというところで、まあ、
セーフティーなプレーを選択してますね。ゴールキーパーからのハイボール、これは富山工業高校ボールになります。富山工業高校はここで相手陣地でこうボールをキープして展開できるといいですね。はい、中盤の8番の今井俊介から5番の柿崎、9番の佐藤を走らせる、いいボールがつながる。しかし高岡第一、17番の法の木、今のはよくカバーしていました。ですね、富山工業高校もでもいい縦パスが入りましたね。この5番の柿崎からです。3番の藤森から10番の伊沢を狙っていく。23番高岡第一、酒井幸太郎のクリアを20番の絹野が落として前線へ。横田から横パス、13番の古瀬を使っていきます。さあ佐渡が前を向いた、スピードのある選手、右四ツ柳、ドリブルが得意、右にボールを動かしてシュート。富山工業高校1本目のシュートを放っていきました。いい形を作りましたね。まあここ 1、2分、富山工業高校は高岡第一高校のコートでこうボールを収めれるようになってきてますよね。それがチャンスを作ってますね。試合前の岡部、富山工業高校の岡部雄太監督なんですが、まあ予想できない展開が続いている、相手の時間帯、自分たちの時間帯それぞれあるだろう、緊張そして風があるが自分たちのペースを保つことが大事、焦らず行こうという言葉を選手たちに送りました。まあ、その言葉通り間もなく前半10分を迎えようというところですが、少しずつ富山工業が形を見出してきています。そうですね。ただここは高岡第一高校のボール、共に県一部リーグで戦うこの2チームです。早川かわしていこうというところ、富山工業は10番の伊沢がワントップの位置にいます。切るのが頭ですらしてセカンドボールつないでいく、伊沢から7番の平井、細かいタッチでつないでいきます。富山工業得意のプレー、しかしここは2人がかりで取っていきました。いや、富山工業高校今のボールの運び方、まあ、昨年 の、 あの決勝まで勝ち進んだあのチームを彷彿させるようなボールのつなぎでしたね。そうですね、去年からパスサッカーが魅力の富山工業高校、去年100回大会ではこの決勝戦で高岡スポーツコアで富山第一に0対1と惜しくも敗れました。まあ、ただ強豪富山第一高校に対して堂々としたプレーぶり、非常に苦しめましたよね。そうですね、その時の今の3年生は当時2年生で決勝のピッチに立っていた選手も多くいます。富山工業えんじのユニフォーム、3番の藤森から佐渡、しかしここは高岡第一が回収します。高岡第一ここはシンプルにボールを蹴っていきます。伊沢のポジションがオフサイドポジションでした。徐々に富山工業高校が高岡第一高校サイドでこうプレーする時間が長くなってきてますね。そうですね、高岡第一高校の松浦昭雄監督なんですが、試合前には相手がつないでくるか蹴ってくるかをしっかりと見極めたい、準々決勝ではさあここはチャンスになりそうだ、こぼれ球拾ったのは富山工業の9番の佐渡から平井を使って10番の伊沢頭で落として、しかしここは3番の石田、高岡第一落ち着いて処理をしました。さあ伊沢左足かわしてドリブルで運んで右7番の平井のシュート、しかしここはゴールキーパー片山ナイスセーブ。いや、富山工業高校いい形で攻めたんですけど、本当高岡第一高校片山君ナイスセーブでしたね。まず決定的なチャンスを作っていったのは富山工業高校です。そして富山工業はセットプレー、今日1本目のコーナーキック、
ゴールに向かってくるボール、ゴール中央そのまま狙っていきました。こぼれたボール、9番の佐渡が左に展開します。8番の今井が前線に狙っていきましたが、これは風の影響もあり通ることがありませんでした。そして松浦監督なんですが、高岡第一高校準々決勝では3ラインの距離感が悪かった、自分たちのサッカーをするためにはその距離をしっかりと整えたいと話しています。この最終ラインから前線までの3ラインの距離感というのは高岡第一高校いかがでしょうか。そうですね、横田君にこうボールを集める中で、さあチャンスになる、シュートを放って、これはいや、こうしたやはりこのハイボールバウンドさせた後というのが処理をディフェンス陣はちょっと苦労していますかね。そうですね、やっぱり風の影響でなかなか難しい感じがしますね。高岡第一高校は2本目のコーナーキックです。まあ、高岡第一高校はピンチの後にチャンスありというふうな形で、まあ、富山工業高校にしたらチャンスの後にピンチありで、まあ、このゲームどう転ぶかわからないような、そういうそれを象徴しているような感じですね。はい、実力が拮抗しているこの両チームの準決勝、先ほどはショートコーナーを使ってきた高岡第一、ゴール中央こぼれたボール、ここはラインを割って高岡第一高校ボールです。先ほどとは違って速いボールをゴール中央へと送っていきました。そしてゴールに近いエリアからのスローインです。高岡第一23番の酒井からクロスを上げて、これは横田の頭に当たりました。古瀬がキープ、しかしここは2人がかりでボールを取ります。富山工業、高岡第一の10番横田がターゲットになっているのにと対照的に、この富山工業は10番の伊沢がターゲットとなっていますね。ワントップで、そうですね、ここもボールを収めたいところ、ここはファールになりました。まあ、富山工業の伊沢君へのボールに対しては高岡第一高校は法野木君がこうマンマークのについてこう収めさせないようにしてますね。体の強さ、また強烈な左足のキックを持っています伊沢。富山工業の攻撃の要、中村からニアサイドへというところ、グラウンダーのクロス拾ったのは9番の中井、細かいタッチでかわしていきます。9番の中井、早川からシュート、こぼれたボールシュート、最後シュートを放っていったのは3番の石田ですね。最終ラインの選手がペナルティーエリア内まで駆け上がってシュートを放っていきました。ですね、その前9番の中井君のドリブルはすごく面白いドリブルでしたね。はい、オフザボールの動き、そして裏に抜け出す動きが得意な中井ですけども、ここは狭い局面でのドリブルでそのテクニックの高さを見せました。手元の時計では前半の16分を経過しています。2年生の法の木、高さを見せます高岡第一。8番の今井が前を向いて、ここも競り合い激しくいきます。10番の横田、抜け出せばチャンスというところ。またこうして試合が進んでいる間にも時折風が強くゴーッと吹く、そんな音が聞こえてきます。高岡第一、中央でボールを奪ったのは富山工業、見事な展開。2番の広野匠、前線を狙っていきます。セカンドボール拾った富山工業ですが、ここは狙いが合いませんでした。富山工業高校のパススピードはすごく速くて、まあ、相手にこう触らせないようなそういうパスを送ってますが、
高岡第一高校もそれをしっかりとこうパスカットするようにいいポジションを取ってますね。守備からリズムを作っていこうという高岡第一高校に対して、ボールを少しここはヘディングが短くなりますが、ここは落ち着いて富山工業のゴールキーパー池田時丸ボールを抑えました。守備からリズムを作る高岡第一に対してボールを握りながら試合を作っていく富山工業ということで、お互いのスタイルここまで出ているような試合になっています。そうですね。前線池田から10番の伊沢に当てていきます。8番の今井富山工業、キャプテンの西脇から右広野へ展開します。14番の四ツ柳、反転しようとしますが、ここはいい守備を見せました高岡第一。なかなか前線の選手に入った時には前を向かせない守備、激しい守備を見せています高岡第一高校。手元の時計、前半の半分となる、まもなく20分を迎えようというところです。13番の古瀬、ダイレクトで打っていこうというところでしたが、これはミートしませんでした。高岡第一高校はターゲットの横田君のところにボールを集め、横田君は浮き球に関してはほぼ買っているので、そのセカンドボールを拾えるかどうかですね。去年高岡第一高校はインターハイに出場しました。そして全国大会で初勝利を収めましたが、その時もスタメンとして出場していたこの10番の横田、強豪校との対戦でもこの競り合いは決して負けていなかったと、高岡第一高校の松浦監督もその能力の高さを評価しています。さあ高い位置でボールを奪った、これはファールになりました。いい守備から攻撃のカウンターの起点となったのが13番の古瀬紀信3年生です。直接ゴールも狙える位置でのフリーキックとなりました。そうですね、いい位置でのフリーキックですね。前半の半分、20分が経過して高岡第一高校先制点のチャンスです。ボールの位置には19番の小林蓮、そして8番の中村がいます。直接も狙えますし、ターゲットの横田君にボールを入れることもできますし、まあ、富山工業高校としてはとても守りにくいですね。直接か、それとも合わせてくるのか。小林が打っていった、決まった。小林蓮、直接フリーキックねじ込みました。前半の21分、高岡第一高校先制。4大会ぶりの決勝の舞台へ、先制点は高岡第一高校、見事なフリーキックでしたね。そうですね、やっぱりターゲットの横田君の方へ意識がいっていて、ニアサイドがちょっと空いてましたね。絶好のチャンス、見事に決め切りました小林、大会3ゴール目です。そしてこのゴールの後に飲水タイムが設けられました。どうでしょうか、この得点直後、高岡第一としてはこの飲水タイムどのように使いたいですかね。まあそうですね、この後1点取った後切り替えるのに、ちょうどいい飲水タイムになるかなと。まあ両チームとも富山工業高校も同じく、まあ、仕切り直しということでいい飲水になるんじゃないかなと思いますね。前半20分、ここまではお互いがそれぞれの形を作ってきた試合展開となっていましたが、フリーキックで高岡第一高校が先制しました。19番小林蓮2年生の見事なフリーキック、高岡第一が1点リードしています。やはりこう拮抗したゲームはこういうセットプレーが一つ鍵になりますね。やはりこれまでのコーナーキックでもいろんな選択肢を見せていたからこそ、富山工業にも迷いが生じたかもしれません。チャンスをものにしました高岡第一。さあゲームが動いて、この後の展開どうなっていくでしょうか。追いかける富山工業、えんじのユニフォーム、
最終ライン柿崎エイト、この選手も去年の選手権決勝戦でプレーをした選手です。さあ、はい、裏に抜けたボール、14番の四つや、あ、失礼、2番の広野ですね。広野が前線で起点となりました。高岡第一は10番の横田から一旦戻して前線に送ります。今富山工業高校も自陣から相手コートへこう低いグランダーの速いパスを送りましたよね。まあ、先ほどからあの富山工業高校パススピードが大変速くて、それで相手を剥がそうという意図が見えますね。まあ、去年の選手権決勝で敗れてからも継続してこの1年間行ってきたというのが、パスでボールを動かして相手も動かしてその隙をついていくというトレーニングです。そのボールを動かして相手の隙をつく、そのレベルは格段に1年前より上がっていますと話すのが富山工業高校の岡部監督です。まあ、高岡第一と富山工業同じ県1部リーグで対戦をしているんですが、その時は2勝で高岡第一が勝利をしています。今の3年生の富山工業の3年生のチームは高岡第一高校に一度も勝っていないということで、この大舞台でなんとか高岡第一の壁を越えたいところ。さあ、ゴールに向かっていくボール、富山工業高校のキャプテン4番の西脇潤がボールを蹴っていきました。今も速いボールだったので全然風に負けずに、押し戻されることなくゴールキーパーが収めましたね。そして午後1時30分現在なんですが、高岡市伏木は西の風風速 5.8 メートルということで、やはり風が強くなっています。やっぱり今みたいに高く浮いたボールになると完全に風に押し戻されますね。このあたりハイボールの処理はいつも以上に慎重さが求められます。富山工業5番の柿崎から10番の伊沢へ、高岡第一20番の絹野から13番の古瀬へというところ。しかし寄せていきました、富山工業の馬場敦。前半21分に高岡第一高校19番小林の直接フリーキックで1点をリードしています。この時間帯も高岡第一高校がじりじりと富山工業の陣地に攻め入っています。13番の古瀬からここはクロスを狙いましたが、落ち着いて対応しました富山工業のディフェンスです。高岡第一高校のベンチ前では松浦昭夫監督がジェスチャーを交えながら何度も何度も選手たちにコーチングを送っています。松浦監督は44歳、監督就任18年目、監督として3度のインターハイ出場をしていますが、この選手権ではまだ全国選手権への出場はありません。悲願の初優勝を狙う高岡第一高校です。いや、今富山工業高校は右サイドから左サイドへこうサイドチェンジして崩そうとしたんですけど、風で流れちゃいましたね。やはりこうした風への順応というのがいかに早くできるか、それもこの勝負の鍵を握りそうです。高く上がったボール、西脇つないで細かいパス、テンポよく回ります。伊沢が落としたボールを回収したのは高岡第一8番の中村。いや、今のはワンタッチパスが3本連続でつながりましたね。ちょっと最後のパスが合わなかったですけどね、あれが合ってたら突破してたかもしれないですね。こうしたテンポのいいパス回し、パスもそして人も動いて崩していくのが富山工業スタイル。そして横田ペナルティエリアに侵入、絹の絵渡しますがここはつながりません。ちょっと今富山工業高校ディフェンスとゴールキーパー呼吸合わなかったですね。
救われた形になりました。さあ13番の古瀬から中こぼれたボール、20番の絹野が合わせていきましたが、これは富山工業ディフェンスもしっかりと体を寄せていました。一旦ここは富山工業高校の池田時丸ゴールキーパーが時間を作ってチームを落ち着かせます。正確なフィードでサイドへボールをやります。6番の馬場がボールを回収、ただこの相手陣地に入ってからがなかなかパスが今つながっていません。そうですね、今池田君のパスもでも素晴らしい低い弾道のいいパスでしたね。セービング、そして正確なフィード、パントキックが得意という富山工業高校のゴールキーパー池田です。準々決勝では PK を1本止めてチームをこの準決勝の舞台へと導きました。選手権は小学生の頃からの憧れの舞台、チームを救うセーブをこの大会で何度も見せたいと話します。高岡第一クロスが上がってここは合いませんでした。スローインから横田のところでためを作ろうとしましたが、今度は富山工業伊沢からスピードドリブルが得意な佐渡へというボールでした。横田の頭をすらして古瀬を走らせます。ここも前線からボールを奪って中につなぐ8番の中村、狭いところを通していく20番の絹野、そして22番の早川という2連生コンビのプレーでしたが、ここは合いませんでした。そして出足よく3番の石田、今大会初出場のディフェンダーがいいプレーを見せました。2年生のほうのきから左サイドへ正確なフィード、素晴らしいパスですね。10番の横田を狙っていきましたがクロスはやや短い。20番の絹野、フィジカルが強い選手、富山工業は14番の四ツ柳から伊沢、見事なワンタッチで相手を追い越しました。そして切り返して中サイドを変えたいというところ、6番の馬場から3番の藤森、うまくサイドチェンジしてもう一度サイド変えていけるといいですね。一旦ボールを組み立て直します。しかし高い位置でボールを奪った9番の中井、右サイドを駆け上がります。そして中には横田、絹野、そして古瀬も入ってきた。グラウンダーのクロス、鋭いボールを入れていきました9番の中井。右サイドもう一度低いボールを上げていきました。今度は富山工業が長いボールを使ってきます。8番の今井から14番の四ツ柳へ、この中盤の玉際、先ほどから何度もボールを回収しているのが高岡第一高校8番の中村慎之介です。そうですね、中村君本当にいろんなところに顔を出してボールのあるところあるところ相手の攻撃の目を、潰してますね。松浦監督によると2年生の時はそこまで守備をする選手ではなかったということなんですが、この3年生になって守備の部分が大きく成長したと話しています。前線17番の法の木を狙っていきましたがここはゴールラインを割りました。高岡第一高校はこう縦へのこうボールに対しては、横田君がターゲットマンになっているんですが、こうクロスボールが横田君のところにまだ集まってないなという感じがしますね。その横クロスに対しても横田君が合わせられるようになったらもっともっと大きなチャンスになるんじゃないかなと思いますね。横田につながるクロスを上げていけるか、
高岡第一追加点の鍵となりそうです。空中戦ボールを奪ったのは富山工業。先ほどからこの14番の四ツ柳、そして19番の小林蓮、激しい球際のぶつかり合いがあります。お互いに意地が見えますね。そうですね。8番の中村から絹野へというボール、ここは少し長くなってしまいましたが、8番の中村からいい縦パスが入りました。そうですね、崩し、しっかりとした崩しだったですね。そして富山工業高校の背番号6馬場敦が少し足を痛めているようです。選手たちが心配そうに駆け寄ります。ちょっとまだ痛そうな様子を見せていますが、このままピッチに残ってプレーを行っていこうというところです。キャプテンマークを巻いた4番の西脇も体を叩いて鼓舞します。まもなく手元の時計で前半の35分が経過しようというところです。ゴールキーパーの池田君のボール、先ほどまではこうライナー性のいいボールだったんですが、ちょっとふわっと浮いたパスになってきましたね。藤沢から8番の今井、うまく体を使ってボールをキープしました。そしてピッチ幅広く取っています。富山工業高校4番の西脇から広野へ、四ツ柳、さあここは今度はかわした。そして伊沢からワンタッチで7番の平井、ね、逆サイドに展開します。ボール人も動いている富山工業高校。藤森から8番の今井、14番の四ツ柳、伊沢に預けて右サイド渡ればチャンス、しかし通りませんでした。でも富山工業高校いいリズムですね。今パスにテンポが生まれてきたというところでしたが、ここは高岡第一高校10番の横田から13番の古瀬、縦パスを送ります。この辺りも前線から激しくプレスをかけていきます。13番の古瀬、運動量が持ち味の選手、ドリブルでクロスを仕掛けていこうというところ、ここはファールはありませんでした。富山工業高校5番の柿崎エイト、うまく体を入れましたね。はい、去年もスタメンとして決勝に出場しました。高校卒業後は就職が決まっているということで、この高校サッカー最後の選手権、やってきたことすべて出したいと話しています。前半も残りわずかとなってきました。両チームこの前半の締め方というのはどのようなところを意識していけばいいですかね。そうですね、まあ、ミスが起こらないことが大切ですね。一つのミスが失点につながりますから、この前半の終わり、まあ、集中してこうプレーしてほしいですね。さあ前線長いボール、ここは球際の競り合いですが、ここは富山工業のキャプテンマークを巻く4番の西脇が10番の横田を抑えました。そうですね、うまく体使いましたね西脇君。去年の決勝戦ではセンターフォワードとしてプレーをしていた西脇ですが、今年は最終ラインでプレーをしています。決して上背はありませんが、競り合いの強さがある選手です。また足元の技術にも優れています。まあ、西脇君のプレーはなんか気持ちのこもった、こう気持ちが前面に出たプレーをしますよね。去年の決勝戦の後、この高岡スポーツコアで去年のキャプテンマークを巻いていた高森からそのキャプテンマークを直接受け取りました。
先輩たちの思いも一緒にという思いは誰よりも強いはずです。今井がドリブルで仕掛けて、ここは富山工業のファールです。高岡第一高校ボール。今井君のドリブルはキレがあってすごく面白いドリブルをしますよね。1年生の時には富山工業高校の岡部監督、今井のことはスーパー1年生と評価をしていました。1年生からスタメンとしてこの選手権に出場。ただ去年は大会直前に前十字靭帯断裂という怪我がありました。大会直前になんとか復帰は間に合ったんですが、去年の決勝戦ではワンタッチしか触ることができずに非常に悔しい思いをしたといいます。高岡第一高校のゴールで1対0と高岡第一がリードしています。前半21分19番小林蓮の直接フリーキックからでした。前半も残りわずかとなりました。この前半にまた試合が動くのか。高い位置で高岡第一、この9番の中井、何度も何度もセカンドボールを拾っています。そして細かいタッチのドリブルでチャンスを作っています。古瀬クロスを上げて、ここはゴールラインを割りました。古瀬君は先ほどからこう相手に当てるようなそういうクロスボールを入れようとしてますね。あわよくばコーナーキックが取れるようなそんなプレーを、ね、はいはい、意識しているような感じがしますね。さあそして手元の時計で40分を経過しました。前半アディショナルタイムは1分の表示です。まあ、富山工業としては最低限でもゼロで抑えて、このあと失点をせずに抑えて、なんとか1点を取るためにシュートチャンスを作っていきたいところです。ちらっと周りを見てボールをキープする8番の今井、一旦ゴールキーパーまで下げます。両サイドバックが高い位置にポジションを取っています。西脇から前線へと狙っていきましたが、これはラインを割りました。お互いに良さを見せながらの前半40分間のゲームです。ピッチ上はまだ風が強く吹いています。この風上、風下が変わる後半にまたどのように試合が動いていくのかも注目したいところです。富山工業7番の平井が蹴って、ここで前半終了のホイッスルです。第101回全国高校サッカー選手権大会富山県大会準決勝第2試合、富山工業対高岡第一の試合は前半21分19番小林蓮の直接フリーキックで高岡第一高校が1点リードしています。ハーフタイムを挟んで後半40分間です。第101回全国高校サッカー選手権大会富山県大会準決勝第2試合、富山工業高校対高岡第一高校の一戦は前半高岡第一が1点をリードして終えました。この後後半の40分に向かいます。なべたさん、このエンドが変わった後半40分間どのようなところに注目していきましょう。そうですね、ピッチが入れ替わって風上に立つ、富山工業高校、風下になる高岡第一高校、富山工業高校はリズムよくパスをつなぎながら相手陣内に入っていこうとして、相手を崩してゴールを目指すと。で、片や高岡第一高校は、横田君をターゲットにしながら、前線にボールを入れて、攻撃をしていくと。その際にこの風下に立つということがどのような影響を与えるかというところがちょっと今後見ものだなというふうに思ってますね。
後半40分の開始を告げるホイッスルが鳴り響きました。高岡大地が1点をリードしています。追いかける富山工業が左にエンドを取って左から右に攻めます。えんじのユニフォームです。後半は風上に立つこの富山工業高校、前線大きく狙っていきましたがこれはラインを割っていました。この後半が始まる前、両チームともベンチで大きな円陣を作ってからこのピッチへと入ってきました。決勝戦まであと一つです。高岡第一高校は4大会ぶり3度目の決勝へ勝てば進むことになります。一方の富山工業高校は2年連続の決勝を目指しています。さあ高岡第一、13番の古瀬から早川を狙っていく、こぼれ球、ここも17番の高岡第一、法の木が跳ね返します。そして10番横田に収まって22番の早川、19番の小林も駆け上がっていましたが、ここは富山工業高校マイボールにしました。高岡第一は試合開始と同時からやはりこの奪われた後前線切り替え早くプレーをしています。決して相手に自由に長いボールを蹴らせていません。このセカンドボールですね、セカンドボールどっち取るかですね。富山工業もこのセカンドボールを拾えている時間帯はよくチャンスを作っていました。高く上がったボール、これはラインを割っています。まあ、後半の入りというところでまだボールは落ち着きませんね。平井が逆サイドを狙っていきますが、柿崎、さあダイレクトで狙っていた20番の絹野を走らせます。体幹の強さを持つ絹野、中には横田もいます。その横田ボールを収めてシュート、決まりました。高岡第一追加点、後半3分、4大会ぶり3度目の決勝の舞台へ大きな追加点です。決めたのはキャプテン、そしてエースの10番横田、今大会5ゴール目を決めました。いや、前半に話していたクロスボールで横田君がターゲットになって、初めてのターゲットだったのをしっかりと決めましたね、横田君。エースとしての仕事を果たしました10番の横田正人。ボールを収めてから難しい体勢ですが右足で決めていきました。おっと、そしてここは激しい接触がありましたが、高岡第一のゴールキーパー片山、接触がありました。9番の富山工業の佐渡も諦めずにボールを追いかけていきました。今佐渡君すごいスピードで入ってきましたね。ビューンと途中から本当すごいスピード速くなりました。この一瞬の加速力、何度も何度もこの大会でも左サイドを駆け抜けていく姿を見ています。今大会1ゴールを挙げている佐渡です。さあ、右のスペースを大きく狙っていったのは富山工業高校です。富山工業高校としては点差が2点に広がりました。そうですね、まずとにかく1つずつ返すことですね。今まだ時間的にはたっぷりありますので、1つ返すと勢いに乗って、完全にペースをつかめば追いつくことも十分可能ですので。さあ、ボックス内で14番の四ツ柳、ドリブルが得意、ここはシュートを6番の馬場、得意の左足で狙っていきましたが、ここは枠を大きく外れました。ただ富山工業ですが、準々決勝の国際大学附属戦2度リードされるも、それを追いついての
PK 戦での勝利でした。しっかりとこの逆境にも強い、この大会を通して逆境にも強くなってきた富山工業のイレブンです。まあ、まずはとにかくつないで自分たちのペースをつかむことですね。7番の平井から頭で10番の伊沢を狙います。高岡第一、22番の早川に対しては富山工業の3番、失礼、富山工業の2番広野匠が今体を張った守備を見せていきました。四ツ柳から10番の伊沢、いやしかしここも中村、相手のチャンスの目を潰します。危険なところを察知して、そうですね、もう相手の攻撃の目を本当積んでますね。165センチと小柄なんですが、非常にその存在感は大きなものがあります。8番の中村、さあ狭い場所から広く展開します。ここには左サイドバック3番の藤森、10番の伊沢を狙っていくボール、ちょっと急ぎすぎですかね。やはりこの焦らず自分たちが得意とする距離感で細かいパスつないでいきたいところです。8番の今井から10番の伊沢へというボール、ここは先に触ってスローインを獲得しました富山工業高校の10番の伊沢。準々決勝では PK での2得点、勝負強さを見せました。少し今クリアボールが顔に当たってしまいました。富山工業2番の広野匠、少し顔を押さえています。またこの間に高岡第一の松浦監督、選手たちにしっかりと水分補給をするようにと促しています。少し日も出てきていますね、ピッチ上。そうですね、秋の陽光を降り注ぐこの高岡スポーツコア、準決勝第2試合、富山工業対高岡第一高校の試合が行われています。今どうだったんですかね、顔でコンタクトか何かなんですかね。そうかもしれませんね。この一人少ない状況をどうしていきますかね。右サイドバックの広野はまだピッチに戻ってはいません。横田から20番の絹のツートップが起点を作ります。しかしここは柿崎よく反応していました。スローイン、ここも2人がかりで行きますがなかなかボールを奪われません。横田、スローイン、22番の早川から、さあクロスを上げる、19番の小林のいいクロスが入りましたが、さあそしてロングカウンターになるでしょうか。逆サイドには今井も走っています。10番の伊沢、縦を狙う、ここでサイドを変えれたらチャンス生まれたんですけどね。やはり前線こうみな攻め上がっていくときに逆サイドでは8番の今井などがしっかりと走っていきました。まあ、そうした上がっていった選手をうまく使っていけるかどうか。いやここは腕をうまく使ってマイボールにしました。20番の絹野から中盤で今度は細かくつないでいきます。さあここからですね、富山工業の藤森、
狭いスペースをパスで打開していこうというところでした。まあ、高岡第一高校もサイドチェンジさせないようにしっかりといいディフェンスしましたね。さあここは玉木は激しく行きました。8番の今井がボールを取って14番の四つ柳、7番の平井へ。6番の馬場、正確な左足のキックが持ち味、セットプレーのキッカーも務めています。14番の四つ柳を走らせますが、ここは19番の小林の落ち着いた対応です。そして先ほどピッチを退きました広野に代わって18番の稲葉雄太2年生が入ります。3年生の広野なんですが、去年は決勝ベンチに入れず悔しい思いをした、その悔しさで1年間自主練習に励んできたといいます。準決勝スタメンとしてプレーしてきましたが、ここで選手交代、後輩へ思いを託します。富山工業高校ショートパスで徐々にリズム掴んでペナルティーエリアまで入れるようになってきましたね。差は2点、まだまだ勝負はわからないスコアです。そして8番の高岡第一高校中村慎之介が一度足を痛めてピッチを退きます。そうですね、縦横無尽に本当相手の目攻撃の目を積んでましたからね。さあ10番の伊沢がペナルティーエリアに侵入しようというところ、これはいい位置でフリーキックのチャンスを得ました。こういう拮抗したゲーム、このこういうセットプレー大切ですね。前半この試合の先制ゴールも高岡第一高校直接フリーキックから得点を決めました。強風が吹く中でのこのフリーキック、ボールの位置には正確な左足6番の馬場、そして正確なロングフィードを持ちます右利きの西脇もいます。さあどこを狙っていくか、馬場グラウンダーのボール、西脇クロスを上げて柿崎へというところでした。しかしシュートは打ち切れません。今パスも素晴らしかったですし、コントロールも良かったんですけど、高岡第一高校しっかりとディフェンスしましたね。そして今足を痛めてピッチを離れていました中村に代わって6番の上級匠が入ります。中盤でボールをさばくのが得意なプレーヤーです。また決定的なスルーパスも持ち味の一つ。高岡第一ボランチの位置に上級匠3年生が入りました。ただこの時間帯ボール、そしてゲームの主導権を握っているのは富山工業高校です。2点を追いかける富山工業、リズムは出てきてますね富山工業高校。最終ラインから、いやしかし絹野が奪ってカウンターになるか。13番の古瀬というところでしたが、ここはファールを取りました高岡第一高校のフリーキック。やはりこの20番の絹野、10番の横田、高岡第一高校の2トップですが、前線から献身的な守備見せていますね。そうですね、まあ、前線でのプレッシャーが効いてますね。富山工業高校の最終ラインにも決して息をつかせる暇を与えない高岡第一高校の2トップ、攻守ともに献身的な動きを見せて貢献しています。ここはペナルティーエリア内ファールがありました。高岡第一高校ベンチからは松浦監督が早く戻せとディフェンス陣に対して声をかけました。こうした切り替えの速さ、早い切り替えからのショートカウンターでこう狙っていきたいという高岡第一。そしてボールが横田から絹野へというボールでした。中盤で拾った9番の中井から20番の絹野、23番の酒井幸太郎がドリブルで運んでいきましたが、ここは富山工業が阻止します。
中盤のルーズボール先に触ってマイボールにしたのは高岡第一。激しくボールが入れ替わります。手元の時計で後半15分を経過しています。2対0高岡第一高校がリードしています。高岡第一高校の集中は本当切れませんね。富山工業高校に隙を与えないプレーを見せ続けている高岡第一高校。前線ほうのきから横田へのボール、キーパー飛び出しています。やはりこの10番の横田の高さというのが富山工業高校の脅威となっています。そして富山工業高校はここで攻撃のカードを切りそうです。あ、ただ先にプレーは始まっています。このタイミングで交代がありそうです。左のウイングでプレーしていました佐渡正樹3年生に代わって11番の笠原和人3年生が入ります。ここまで全試合途中出場、1ゴールを挙げている選手。テクニックあふれるドリブルが持ち味です。コーナーフラッグ付近でボールをキープしようというところでしたが、ここはオフサイドの判定、富山工業高校ボールになります。攻撃の選手を交代してきました富山工業高校。そうですね、こうやってカードを切ることによって、リズムを変える、得点を取るっていう、まあ、これが功を奏することを期待しますね。代わって入った11番の笠原はドリブルが得意、小での打開も期待できるかもしれません。去年はこの高岡スポーツコアで行われた富山第一高校との決勝戦で非常に献身的なプレーを見せた富山工業の選手たち。試合は惜しくも敗れましたが0対1と王者富山第一高校を苦しめました。岡部雄太監督も魂がこもったプレーに観客の皆さんの心が動いたと思う、今大会も見る人の心を動かすようなプレーを見せてほしいと話しています。さあ絹野から13番の古瀬の裏を狙っていきましたがここは通りません。ここも前線から激しく追いかけ回す高岡第一高校。今度は富山工業が前線から追いかけてボールを奪いました。そうですね。さあそして10番の伊沢を走らせる、左足が武器。ここはなんとか外へ大きくクリアしていきました。追いかけるのは代わって入った11番の笠原。まずはここは懸命なチェイスでマイボールにしました。さあいい抜け出し、つながるか。ラインは割りませんでしたが味方へはつながりませんでした。まもなく後半の20分を迎えます。スコアは依然と2対0。まあ、中盤浮いたボールに対してどちらがボールを落ち着かせるか。富山工業えんじのユニフォーム7番の平井から、いやここも高い位置でボールを奪います高岡第一。22番の早川ダイレクトで打っていった、ここは枠を越えました。今のパスなんてディフェンスの裏を狙ったパスで、本当は大きくなってしまうようなパスだったのが風で戻されてちょうど味方のいいところに入りましたね。前線フォワードの位置で起点となっている横田にとってはこの風も
いい影響をもしかしたら与えているかもしれませんね。そうですね。さあそして高岡第一高校はここで2枚替えです。今日2点目を決めました10番の横田、そして献身的な守備も見せました20番の絹の2人のフォワードを変えていきました。2トップそのまま変えましたね。そうですね、形はもしかしたら変えているかもしれませんが14番の原田博俊、そして7番の八千一慶が交代で入ってきました。共に3年生の選手です。どうでしょう、この2点リードしている高岡第一高校、前線の選手を入れてきました。そうですね、まあ、前線からのプレッシャーをずっとかけ続けていたのでかなり疲れてはきていたなというふうには見てましたね。まあ、そこをフレッシュなところに変えてさらに前線からのプレスを強くしようというそういう意図もあるかもしれないですね。富山工業馬場が左足で狙っていきました。代わって入った稲葉から狙っていきますがここは高岡第一がクリアしていきます。代わって入った14番の原田博俊は今大会ここまで9ゴールを挙げています。シュートテクニック、そして抜群の決定力が持ち味の選手です。2トップだったんですが高岡第一高校は14番原田が1トップの形になっていますね。7番の八千は中盤の位置に入っています。2回戦そして準々決勝はスターティングメンバーとして出場していた八千、抜群の運動量そして中盤でのボールダッシュが得意な選手です。サイドから起点を作りたい富山工業ですが大きく跳ね返す。3番の藤森から11番交代で入った笠原、得意のドリブルで見せられるか。馬場がワンタッチ、10番の伊沢こぼれ球シュート、平井のシュート、ゴール右へと外れていきましたが波状攻撃見せていきました。いや高岡第一高校のディフェンス陣も体投げ出してよく守りましたね。今のプレーで高岡第一高校の選手がペナルティーエリアの中で倒れていました。いや今立ち上がりましたね。そしてこのタイミングで後半の飲水タイムです。富山工業高校も少しずつ得点の匂いがし始めましたね。今のもまあ変わって入った笠原、左サイドからの起点となっていい攻撃が生まれましたよね。そうですね、やっぱり交代選手、交代カードがどうこう活躍するか、それがこの後のゲームの流れを変えると思いますね。試合は残り20分、差は2点とまだまだわからないスコアです。富山工業高校は2年連続の決勝の舞台を目指します。準決勝第1試合ではその去年の決勝戦で敗れた相手富山第一高校が先に決勝進出を決めました。同じ決勝の舞台で富山第一高校に対して雪辱を果たしたいというこの富山工業の選手たち、リベンジを果たすためにはまずは何としても2点返さなければなりません。一方の高岡第一高校も夏の県高校総体では決勝戦でその富山第一高校に0対4で敗戦しました。富山第一高校との試合で決めきる力、最後のパスを通し切る力、その部分で差を痛感したと話していました松浦監督です。13番の古瀬、高岡第一高校、いやここは代わって入った11番の笠原、いい守備を見せました。ここはラインを割りました。ちょっと疲れが見えてきたのかこうパスが雑になってきてますね。やはりこの富山工業高校としては丁寧にパスをつないでリズムを作っていきたいところ、
そして高岡第一はロングスローをここで投げてきます。7番の八千が投げます。伸びたボール、ファーサイド古瀬、シュート、こぼれたボール早川打っていく、ここはゴール枠の上です。いや今のロングスローはすごく伸びましたね。風に乗って頭、ほうのきの頭を越えていきました。ロングスローからチャンスを見せていきました高岡第一高校です。さあ空中戦、どちらがボールを奪うでしょうか。高岡第一の早川も思い切って体をぶつけに行きました。高岡第一交代で入った八千一慶が急いでこうゲームを再開させようとしました。さあ一気に原田を狙っていく、いや2点リードしていますがどんどんと得点を取っていこうというようなそんな動きを見せています高岡第一高校です。そうですね、高岡第一高校2人前線2人交代してフレッシュな選手になったので すごくよく動きますね。さあ相手ボールを奪った富山工業の四ツ柳から8番の今井、中には3人います。ニアサイド、ここは惜しくも伊沢へと通りませんでした。そうですね、今ディフェンスのこう股を狙ってて、いいタイミングでこう股を通せたんですけど伊沢君そこに 入れなかったですね。7番の平井志導がここは献身的な走りでボールをカットしました。少し体勢を崩しましたがなんとかつないで西脇から前線へ。ここは大きく跳ね返していきますが風で随分と押し戻されます。狭い局面、伊沢から平井ふわっと浮かして14番の四ツ柳へすらして伊沢クロスを上げきれるかというところ、ここはなんとかコーナーキックを得ました。今2回ほどこう3人でワンタッチのパスがパンパンパンとつながって局面を崩す場面がありましたね。だん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 富山工業リズム掴んでますね。まあこのセットプレーで1点取れると一番いいんですけどね。残りは10分以上あります。まずはなんとか1点返していきたい富山工業高校。ここは直接ゴールへというボールでしたがサイドネットです。まあ、これも風の影響かもしれないですね。2点リードする高岡第一高校が選手交代を行いそうです。ここで左サイドハーフで今日献身的なプレーを見せていました22番の早川海斗に変えて15番の島崎良平が入ります。クロスが持ち味のこの島崎良平2年生の選手です。八千からその代わって入った島崎へ。7番の平井から馬場、11番の笠原を使って藤森が追い抜いていく。その藤森へ、しかしいい守備を見せています高岡第一。そうですね、本当高岡第一高校のディフェンス集中切らさずにやってますね。夏のリベンジを果たすため決勝では富山第一高校が待っています。
前線、ここは西脇縦パスを入れて四つ柳反転します。ここはファールになりました。そして選手交代です。7番の平井に代わって13番の栗新規3年生が入ります。富山工業7番の平井も精力的にピッチ上を駆け回っていました。少し足を気にする様子も見せていました。疲労が溜まっていたと思われます。さあここはカウンターになるか。高岡第一、古瀬から7番の八千恵というボール、ここはイエローカードの判定です。4番の西脇にイエローカードが提示されました。そうですね、前がかりになったところカウンターを食らいそうになって手が出てしまいましたね。今富山工業高校はこうリズムをつかみながらなかなか得点できず、富山工業高校のディフェンス陣はちょっとイラついて前へ前へ出てきているような感じがしますね。少しフラストレーションが溜まってきているかもしれないこの富山工業のディフェンス陣です。そういった時にカウンターなどには注意をしたいところです。そうですね、ここはワンタッチで馬場から代わって入った18番の稲葉、いやここも圧力をかけていきます。さあ13番の古瀬カットインしようというところ、15番島崎、八千池、ここは慌てずにボールをつなぎます。富山工業をつなげればチャンスです。広いスペースにボールを出しました。7番の八千代を左サイド走らせます。島崎、しかしここはつながりません。鋭いターンで味方を探そうとしていた今井でしたが、代わって入った13番の栗、笠原から伊沢を狙っていきます。少しこの時間になって富山工業ちょっと足取りが重くなっているようにも見えます。そうですね、疲れがだんだん出てきてますね。まあ、風上に立つと今みたいな縦パスが逆に味方から離れていってゴールキーパーに近づいていってしまうので、今のなんかはサイドチェンジして横へ横へボールを動かす方がチャンスが大きくなると思いますね。攻め込むのは高岡第一です。いやここも切り替え早く守備に入りました。高岡第一高校交代で入りました原田博俊です。14番の原田はここまで2回戦から準々決勝まで3試合すべて途中出場ではありますが全試合で得点、現在得点ランク、得点ランキングトップタイの9ゴールを挙げています。頭ですらそうというところですが、高岡第一落ち着いてボールを回します。そして八千が裏を狙う、セカンドボール拾うのは高岡第一、島崎が最終ラインへ、ゴールキーパーの片山、大きく蹴り出したボールは古瀬の元を狙いますが富山工業がボールを収められれば、細川、6番の馬場、シュートを狙っていった細川、少し富山工業としては膠着している時間帯が長かったので流れを変えたいという思いもあったかもしれません。遠くから狙っていきました。
代わって入った11番の細川です。あ、失礼、11番の笠原です。後半35分を経過しています。前後半40分ハーフで行われるこの準決勝、原田から前線を裏のスペースを狙っていきましたが、これは通りませんでした。ここも風に押し戻されるような形でラインを割りました。ちょっと西脇君フラストレーション溜まってる感じですね。こう前線へ出ていきたいような感じで、でもセカンドボール拾われてまた戻らなきゃいけなくてっていう感じで、まあ、富山工業高校としてももう時間もだんだん迫ってくる中、こう前線に上げるなら上げてしまって他の選手で守るというふうな形を取ればいいと思うんですが、一番中途半端なのがこう行くのか行かないのかっていうような状態になると、まあ、追加点を失ってしまう可能性もありますよね。リードしている高岡大地が29番向こう側陸2年生をピッチに投入しました。ここも前線の選手を変えてきました。代わって入った15番の島崎から7番の八千かわして原田、ここはなんとか逃れます。さあまずは1点返したい富山工業高校です。西脇がボールをぐっと運んでいって前線に送ります。13番の栗を走らせる。18番の稲葉、こぼれたボールは富山工業ボールです。まあ、球際のところこうすごく激しく、ここで勝つか負けるかで1点を取れるか取れないか、失うか守れるかっていう、その瀬戸際になってますね。差は2対0、富山工業としてはなんとかまず1点返したいところです。西脇縦パスを入れる、四つ柳へ出す、サポート欲しいですね。ここはドリブルで仕掛けていこうというところでした。スローインが続きます。スローインのチャンスが続く富山工業です。しかし堅い守備を見せ続けています高岡第一高校。ワンタッチで落として今井、そして片山が一気に前線を送っていきます。八千がボールを収めて逆サイドを狙っていきましたが、うまく抜け出した原田、風に流されて倒れて9番の中井から向こう側のところにつながればというところでしたが、いやーここも切り替えが早く、すぐにボールを回収しました高岡第一高校です。富山工業高校の前線の選手もかなり疲れてきた感じがしますね。苦しい時間帯ですが、なんとか前へ足を運べるか。14番の四つ柳得意のドリブルから6番の馬場左足、これはつながりません。まもなく手元の時計で後半40分を経過しようというところ、笠原から中盤今井、クリ新規、新しく入った選手はやっぱり動きがいいですね。しかしロングボール、これはカウンターになるでしょうか。原田ボールで落として7番の八千恵というところでしたが、少し体が出ていたようです。オフサイドの判定、
富山工業高校前がかりになって、そこのリスク管理だけしっかりしておいてほしいですね。そしてアディショナルタイムですが、4分という表示がされました。アディショナルタイムは4分、ただ4分あれば十分2点取れます。まずは1分でも1秒でも早く1点を返していきたい富山工業。伊沢へというボール、惜しくも届かない。まあ、今のも速いボールでこう点で合わせるようなボールだったんですけどね、しっかりとそれが合えばゴールに近づけましたけどね。そして先ほどからこのゴールキーパーの片山からのボールが非常にチャンスにつながっています。谷地から原田へというクロスでしたが、ここは富山工業の守護神池田が抑えました。さあ早く攻め込みたい富山工業。右サイドに展開、四つ柳、股を抜きます。伊沢から13番のクリー、前を向く。しかしここも堅い守備、高岡第一、そして前線原田が走り出しています。そして奪われると同時にこの守備、体を張ったプレーを見せます。いや本当に原田君も途中出場でしっかりと役割果たしてますね。去年インターハイで全国を経験した選手たち、全国で戦える運動量、そしてスプリント回数を意識してこの1年間トレーニングに励んできました。試合終盤でもこの運動量は落ちることなく選手たちは躍動し続けています。いや高岡第一高校のディフェンスラインもこまめにこうラインを上げたり下げたりしてますね。稲葉からこぼれ球、9番の中井。さあ前向きでボールを持っていきますが、ここは3番の藤森、なんとか体を投げ出してマイボールにしました。柿崎から左サイド、笠原、そして藤森。なんとかボールを前へ運んでいきたい。西脇から前線へのボール、しかしここは17番の法の木、しっかりと体を当ててディフェンス対応しました。いい出足を見せる高岡第一、4大会ぶり3度目の決勝へ、残り時間わずかになってきています。早く前線にボールを送りたいですね。富山工業としてはなんとか1点、この縦パスから裏に抜けようという動きはあります。14番の四つ柳狙っていく、ここは大きく枠を外れました。まもなくアディショナルタイム目安の4分を経過しようというところ。いや両チームとももう全ての体力を使ったそういうゲームになってますね。強風の中、非常に運動量も激しく消耗する拮抗したゲームとなりました。高岡第一高校が2点をリードして、今試合終了の笛、高岡第一高校が2対0富山工業高校に勝利しました。高岡第一高校は4大会ぶり3度目の決勝の舞台へと進みます。えんじのユニフォーム、富山工業高校の選手たち、その表情には悔しさが残ります。会場には両チームの選手たちに、メインスタンド、そして応援席からも惜しみない拍手が送られます。敗れてはしまいましたが、富山工業のプレー、鍋田さんはどのようにご覧になりましたか？そうですね、パスサッカーが十分こう発揮されたゲームでした。ただこう失点の場面がセットプレーと、あとはいいリズムでこう攻撃している時のカウンターからの、失点ということで、まあ、やってる選手たちは
負けた気がしないんじゃないかなというそんなゲームでしたね。キャプテンマークを巻く西脇、涙が止まりません。ただ去年決勝に進んだチームで2年生としてもプレーし、そしてこの決勝戦の後キャプテンマークを高森さんから継承しました。プレッシャーもあった中でチームがバラバラになりそうな時も誰よりもチームのことを考えまとめてきました。岡部監督が目指した人の心を動かすような魂のこもったプレー、そのプレーというのはしっかりピッチ上で体現できたのではないでしょうか。そして決勝戦へと進みます高岡第一高校について、鍋田さんお願いします。そうですね、高岡第一高校、ターゲットマンの横田君を中心に、前線からのプレスがまずしっかりとできていて、それが、今日の勝因にもなったかなと。あとはディフェンスライン、4枚すごくこうコントロールされたラインの上げ下げ、それから集中を切らさないゴール前で体を張ったプレー、それが、今日の勝因で、あさっての決勝戦でもぜひそれを発揮して頑張ってもらいたいなというふうに思いますね。準々決勝では3ラインの距離感が良くなかったということで、この準決勝に向けて修正しトレーニングをしてきた高岡第一高校、その課題を見事修正して無失点で富山工業を相手に2対0で勝利を収めました。4大会ぶり3度目の決勝、そして3度目の決勝で悲願の初優勝を狙います。準決勝第2試合、勝利した高岡第一高校は第1試合富山東高校との試合で5対0で勝利しました。富山第一高校と決勝戦で相まみえることになります。全国選手権への切符、そして富山県ナンバーワンをかけた県高校サッカー選手権富山県大会の決勝戦、富山第一対高岡第一の試合はあさって5日に行われます。この試合の解説は富山県サッカー協会技術委員長鍋田圭一さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。